あれ、なんか落ちてる。なんだろこれ。献血手帳？お前、断りもなく何を勝手に拾ってる？触れるなという話を聞いて！おはよう、魔王。相変わらず漫画に何をしに来た、ベリル。また我が研究の邪魔をしに来たのか。我は今からスカートめくりの物理実験をするところだ。出て行くがいい。真面目に悪さの研究するなんて、根っからの優等生だね。そんなことよりさ、あたいといいことしないかい？いいことだと？そう、ボランティアさ。バカ言え！そんな不良みたいなことできるか！こっそりやればバレないって。それに誰もやらないことをやることの方が優等生よりかっこいいじゃないか。断る！我は魔界一の優等生になるんだからな。そんなこと言わずによ、一緒に献血しに行こうぜ。やめろ！やめんか、この不良め！観念しな、魔王。あんたの血は何色だ？今の幻は、もしかして、昔の思い出？くそ！嫌なことを思い出させてくれたものだ。あの時は三日三晩、ゴミ拾いをさせられて、その後2リットルも献血させられたんだ。ベリルって子、いい悪魔なんだね。いい悪魔だと？悪魔として最低の不良行為の数々を我に強要してきやがったんだぞ。でもそれは魔王様を思ってのことなんじゃないの？ふん、バカなことを。ここにいたのかい、魔王。勇者を返してもらうよ。ベリル、どうしてお前が我の心の中にいる？簡単に入れたけどね。ま、なんだかんだ言ってもあたいには心を許してるんじゃないのかい？そんなはずがあるか！くそ！不良のくせに他人の心に土足で踏み込みやがって！あら、土足じゃありませんことよ。ちゃんと上履きに履き替えてきましたわ。私たち、お願いがあって来ましたの。勇者様を返してくださいませんこと？なんでお前らまでいるんだ。我は許可した覚えなどない。このような事態、計算が合わんぞ。こっちの計算はパーフェクトだよ。勇者を助けりゃあたいら悪の株も上がるってもんだからね。さあ、早いとこ勇者を返してもらおうかい。返すも何も、こいつはもう用済みだ。偽勇者の称号さえ返品できればこんな奴に用はない。偽勇者？苦しい言い訳だね。いや、お構いなく、これから本当に称号を返してもらいに行くとこなんで。かわいそうに脅迫されてるんだね。わかった、何も言わない。どうあっても出ていかないつもりか。お前ら、48の殺人技の実験台だ！